皆さんこんにちは、スイコカワタロウのゴム手です。今日はトルコのお菓子ロクムを作っていこうと思います。こちらちょっと小さいめのねフライパンご用意しました。そこにグラニュー糖180g 入れていきます。水が 150ml です。これでねシロップを作っていきますね。はい、ここにレモン汁、これね我が家で採れた国産のレモンのレモン汁を使っています。レモン汁がまあ、レモン半分分ぐらいですよね。はい、入れていきます。これを火にかけていきます。火にかけましたので焦げつかないように木べらなどでこうやってしっかりそこからかき混ぜながら溶かしていきます。あまり強い火にしてしまうとね急に煮立ったり焦げついてしまったりするので中火ぐらいで大丈夫です。ゆっくりしっかり煮溶かしてください。で、ね、ロクムっていうと聞き覚えないかなと思うんですけど、皆さんねナルニア国物語っていう映画ご覧になったことありますかね。あの中で、次男の男の子がね、魔女に何か欲しいものはないかって聞かれてターキッシュデライトが食べたいって言うんですよね。そうすると銀のお皿に入ったターキッシュデライト、なんか白いふわふわのねお菓子、山積みになったものをもらって一人で頬張ってね一生懸命食べてるっていうシーンがありましたよね。あのターキッシュデライトっていうのがこのロクムのことです。トルコのお菓子なんですね。こちら、白いのがコーンスターチで、ちょっとこのクリーム色がかってるこれがゼラチンです。粉ゼラチンです。でコーンスターチ 40g に対して粉ゼラチンを 10g ちょっと入れています。ではこの中にねお水を入れていきますね。はい、お水入れました。そうしましたらこれをしっかりかき混ぜてダマダマにならないように溶かしていきます。結構ねコーンスターチコーンから作ったでんぷんなんですけどね、なんて言うんでしょう、そこに糖って固まってしまうような感じがするんですね。はい、なのでそこからしっかりと混ぜて、しっかりしっかり混ぜてやるといいと思います。こういう作業だったらね子供さんにも楽しんでやってもらえるかな。こうやってぐるぐる混ぜるだけだったらね。でこれ混ぜてる間はコーンスターチ溶けてるんですけれど、混ぜ終わってしばらく置いてしまうとまたね そこにとごってしまいますのでね、しっかり混ぜながら調理していくといいかなと思います。でこうやってやってる間にねゼラチンも水分を含んでしっかり しっとりしてきます。そうしましたらね先ほど煮詰めたシロップですね、しっかり溶かしたシロップの方にコーンスターチの液を入れていきます。これいっぺんにドバッと入れるんじゃなくって少しずつ少しずつダマにならないように入れていきます。で入れたらまたかき混ぜる。結構ねダマダマできるんですよね。しっかりとかき混ぜて入れる。で入れたら混ぜる。これの繰り返しです。この、シロップ液ですね、これすっごく熱くなるので、子供さん手にかかってしまったりして火傷しないように気をつけてあげてください。はい、また入れてかき混ぜます。もう全部入れちゃいますね。そうするとこんな風にねコーンスターチがドロッとしてきます。でしっかりしっかりかき混ぜながら熱してください。この後20分ぐらいねこの作業を続けていきます。一旦ちょっと火を止めてるんですけれども、先日アスカに行った時にこのアスカの素材丸ごとジャムっていうアスカルビーのねいちごジャム買ってきました。これをねお菓子の中に入れてみようと思います。これねめっちゃ高かったんですよ。ほら851円しました。でもね絶対これ美味しいと思うんですよね。これを少し入れていきます。開かない、私ね握力弱くって
こういう瓶開けるの苦手なんですね。こういう時はどうするかというと、ちょっと荒技を使います。コンロの火で軽くですよ、瓶の蓋のところを炙ってやります。そして火傷しないように、この蓋のところ熱くなってますので、タオルなどでくるんで、あ、変わった、回った、ほら、かったかったですけれども、開けることができました。ほら、蓋まだちょっと熱々です。美味しそう。こんな感じのジャムです。結構ね、果肉の感じが残ってますね。これを入れていきますね。どのくらい入れよう。ティースプーンに3杯ぐらい入れてみます。いや、贅沢。はい、ティースプーン3杯分入れました。じゃあこれはもうカビないように冷蔵庫入れておきます。で、このレシピなんですけれども、クックパッドとかに載ってます。ですのでね、それを参考にしてちょっとアレンジして作っていかれたら面白いかなと思います。今日はいちごジャム入れましたけれども、夏場なんか私、あのミントのリキュール入れてみたりとか、ナッツを刻んで入れてみたりしたこともあります。粒々がいい感じですね。可愛い色のロコムができそうです。この場合ね、ちょっとあのジャムを入れすぎると緩くなってしまう可能性がありますのでね、その場合ゼラチンの量を増やしてもらったりしたらいいかなと思います。今一番弱火にしてます。弱火でこれで、タイマー20分に仕掛けてますので、20分間こうやってコツクツクツクツと煮ていきます。焦げつかないようにね、そこからかき混ぜてくださいね。はい、でこれあのレモン汁使うときに、私はあのレモンを絞ってね使いましたけれども、そういう本当の生搾りのレモンじゃなくても、ポッカ のレモン型のね、黄色いプラスチックの容器に入ったね、あのレモン汁売ってると思うんですけれども、あのレモン果汁使っても全然大丈夫です。こんな風にね、綺麗な透き通ったような色になってきました。これね、熱いですので絶対触らないようにしてくださいね。もう結構な火傷します。それで20分ぐらいクツクツ煮てますので、その間に、クッキングペーパーを折って、こんな風にね、容器を作っておいてください。結構ベタっとつきますので、この容器使い捨てにできるものの方が私はいいかなと思います。プラスチックの容器なんかに入れてしまうと本当に後取れなくって困りますので、こういうもの使われたらいいかなと思います。で、金属のバットなんかを使うとね、後でピザカッターみたいなものでこう切っていくんですけれど、その時に縁のところに当たってうまく切れなかったりしますので、これだったら折ってるところをパカッと開いて平らにしてしまえばね、いくらでもピザカッターで切れますので、これ折っておくことをおすすめします。今5分経過しました。こんな感じになってきてます。いちごのジャムもね、全体に行き渡って綺麗な色になってきてます。画像で見るよりも見た目で見る方が赤い色が濃く見えますね。ボウルの方に、コーンスターチと、粉砂糖ですね、粉糖、コーンスターチと粉糖を、大さじ1ずつ入れてかき混ぜてます。これ最後にね、ベタつかないように表面を覆う粉になります。オブラートみたいな感じですかね。これで覆ってやると切り口がベタつくのを防ぐことができます。今10分ぐらい経過しました。こんな感じになってきています。なんかね、あれに似てますよね、わらび餅。私粉からわらび餅作ったこともあるんですけれど、ね、感触がすごく似てます。一生懸命混ぜてないとそこにね焦げついちゃうので、もう張り付いてね、ずっとこうやって混ぜてますね。だからこれ2人組でやったらいいですね。1人がこうやって20分間ずっとかき混ぜてる間に、もう1人が、最後に振る粉を作ったり、流し込む型をね折ったりするのをやってくれたらいいかなと思います。作業をね分担してやったら、効率よく進められると思いますね。これ最初に見ていただいたようにグラニュー糖ね 180g も使ってます。でこのぐらいの量なんですね。
だから 180g って言ったら結構な量ですよね。だからいっぺんに食べるお菓子じゃないんですね。角砂糖ぐらいの大きさに切り分けて、1回に一口ちょこっと食べるっていうぐらいのお菓子です。いろんな人にね、 なんて言ったらいいんでしょう、このぐらいのちっちゃいカップのところに3つぐらい入れて、おすす分けっていう形で配ったりするのにはいいかなと思います。とりあえずこんだけ全部自分一人で食べたらきっとカロリーオーバーになっちゃいますね。あのナルニア国物語の映画の中で次男くんがね、あのターキッシュデライト結構大ぶりに切ってあるものね、手づかみで大きなお口開いてね、ふわふわと食べてましたけれども、あれ見てね、あ、戦時中だからきっと甘いものに飢えてたんだろうなって思いました。すごくすごくそういう甘いものって当時ね、贅沢なものだったのかもしれないですよね。児童文学のいいところってね、そういうタキシュデライトとか、ね、聞いたことのないようなお菓子、食べ物、そういうものが出てくるんですよね、物語の中に。でそれ、はあ、どんな食べ物なんだろうって思いを巡らしてね、想像力を働かせて、で本当にそういう食べ物あるのかなってずっとね、記憶に残っていくんですよね。そして大人になって実際そういうものに出会えた時にすごく大きな感動があるんですよね。あ、これがそうなのかって、あの時ね、読んだあの中に書かれてたもの、あの映画の中に出てきてたあのお菓子、あれがこれなのかって、ちょっとね、感動しますよね。あのトルコで買ってきたロクムは箱開けた瞬間感動どころかちょっとね、何これちっちゃって言ってしまってちょびっとしか入ってなくてね、残念だった思い出はあります。でもそれはそれでね、一つの思い出としていい思い出になってますね。先ほど折っておいたこの型の中にね、まずダスティングの粉をざっと全体に行き渡るように入れていきますね。これしておかないとそこくっついてね、取れないってなっちゃいますので、しっかり結構たっぷりめ入れておきます。はい、では熱い間に先ほどのロックムの素を入れていきます。この時もうすっごい熱いのでね、やけどしないように気をつけてくださいね。ペラだとうまく取れないのでね、スパチュラ使って落としていきます。フライパンの方もスパチュラでしっかりとこそぎ落としていきます。ほら、こんなに残ってるんですね。もうこれで1個分ぐらいありますのでもったいないですよね。で、洗う時にも取れなかったらイラッとしますので、こういうもので取っていきます。これスプーンの裏にね、油をつけてます。油つけたスプーンでこうやって鳴らしてやるとある程度広がります。はい、こんなもんかな。はい、ではここに表面お粉かけていきますね。結構お粉で埋めるぐらいの勢いでかけちゃって大丈夫です。全部作った分全部かけちゃいますね。かけてしまいました。これで冷めるまで待ちます。で、ね、切り分けて、でさらにね、丸1日置いておくといいと思います。できました。ね、ピザカッターでコロコロっと切ってみました。つかないようにつけておきますね。